日刊スポーツコムプロ野球版記者コラム少し汚い話になってしまって恐縮ですが昨年1月記者は1日で4回も吐いてしまったことがあるトレーニングジムで数十分に1回トイレに駆け込む姿を見て当時阪神に所属していた鳥谷はお前練習なめてただろ と呆れ返っていた。現ロッテの鳥谷は球界屈指の練習の鬼として知られるここ数年1月にハワイで自主トレを共にする DNA 大和いわく1月が近づいてくるとまたあの練習が始まるのかと怖くなって眠れなくなるレベル記者も19年今年の1月に数日間だけハワイ自主トレに押しかけさせてもらっているのだが。 冒頭で書いた通り1年目に練習初日だけで4回も「追う」と「追う」として恥をさらしたそういえばジム内でトイレに走っては戻ってを繰り返す記者の姿を見て。 推定身長190センチ体重100キロのマッチョマンが WOW と興奮して握手を求めてきた記憶があるあのジャパニーズは妥協なきトレーニングで自分を追い込む猛さに違いないといった感じで勝手に勘違いしてくれたらしかったどうでもいい話だがとにかく それぐらい厳しい練習だったハワイでの鳥谷の一日は午前5時から始まる自室でストレッチなどを終えるとジムに移動ジムで体に刺激を与えてからやっと屋外トレを始める下半身強化ダッシュメニューなどに数時間をかけ午後からは再びジムへここでも体幹敏捷性などを鍛える数時間のメニューを休みなく続け ようやく夕方にキロに着く何に驚いたかというとそのトレーニングメニューのほとんどが毎日違っていたこと。 聞けば大半は自分で作成したメニューだという人から教えてもらったメニューをもっとこうしたらここを鍛えられるなとアレンジしたり本とか YouTube から仕入れた情報を活用したりねもはや新たなメニュー開発は日課のようなものなのだろう。阪神を退団して移籍先を探していた今年2月前半にはそんなメニュー開発力が改めて生かされていた。